県立体育センターがお届けするスポーツ情報です。サップ、スタンドアップパドルボードの2回目。今回はボード上での立ち方、サップレースについて紹介します。立つ、両手をパドルを持って両手を開いておいて立ち上がります。立ち上がったらすぐパドルを水に刺すか中央に置いてバランス取ってください。漕げる方はすぐパドルを水につけてください。パドルを水につけた方がボードは安定します。レースの途中経過をお知らせします。10キロ袋地点先頭は先ほど話になったレース、レースを年、3回、大川川で、サップマラソン、2月にやってます。で10月は、港未来で、東京は大感謝祭の中のイベントなんですけど、やっぱりサップレースをやらせていただいてます。あと同じ横浜で、海の公園、今年は10月かな、10月に、海の公園サップフェスティバル、こちらは、300人近くの方が来ていただいてサップを楽しんでいただいています、はい、あと年末に、12月なんですけど、サンタの格好をしてみんなでサップをやるという、去年もだいたい100人を目指したんです。去年は90人ぐらいなんです。今年は100人目指してまた開催していただいています。そうですね、お話ししたようにサップはすごくハードル低くて始めやすく長く続けられるスポーツだと思うんですが、一方でどこでもできる手軽にできるんで、まあ安全のことが各地で問題になっている部分もあるので、まあ各地で信頼できるショップですとかクラブですとかに、参加してその場所のことをしっかり教えていただいて技術的にも、向上した状態で楽しんでいただきたいと。本当に楽しいスポーツなんで、ぜひよろしくお願いします。サップ、スタンドアップパドルボードの2回目いかがでしたか。サップは子どもから大人まで年齢を問わず楽しめるマリンスポーツです。皆さんもぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。チャンネルは
ティ